栃木の名店を訪れて美食をめぐる土地めし。宇都宮の下戸祭りにあるフランス菓子の店ル・コフレ。ここで作られる本格的なフランス菓子は多くのファンを引きつけています。こちらは箱とかあと宝石箱とかそういう意味なんですけど、まあ、うちの場合だとお菓子がいっぱい詰まった箱っていうのをイメージして、まあ、ル・コフレっていうお店の名前に。そしてこの宝石箱で特に目を引くのが色とりどりのかわいいマカロンの数々。細かく砕いたアーモンドと砂糖に色をつけたメレンゲを合わせて混ぜ、丸く成形してからオーブンで丁寧に焼き始めます。クリームに使うのは北海道のバターと生クリーム。溶かした砂糖と合わせてからチョコレートを投入。真空ミキサーにかけて滑らかなクリームを作り上げます。焼き上がった繊細な生地にたっぷりのクリームを挟み込んで、人気のマカロン、カラメルのガナッシュの完成です。フランスで結構、まあ、どこのお店でもやってるベーシックなお菓子だと思うんですけど、ちっちゃいんですけどギュッと凝縮されたお菓子だと思います。パリの風を運んできたかのようなコフレのマカロン、あなたも楽しんでみてはいかがでしょうか。